皆さんこんにちは、アイロンです。さあ今回も夜回りさん遊んでいきましょう。さあ前回についてトンネル先に広がっていた墓場を探索中です。で前回ね、基盤な手紙っていうのを入手して、ここからどこに行く、基盤な手紙、多分何かしらのキーアイテムだと思う。基盤な手紙で、これは10円ね。欲してるのは10円じゃない、10円ではなくて、宮司どこだ。絶対あいつだろ、あいつ絡みだろ。どこだよ、いなくね、消えた、成仏した、どこだよ。こっち、これも10円、石ころ10円ね。10円で何せと、こっから下行ってこっち、これね、戻りか、こっち、宮司、これマジどこ行ったん、消えたぞ。そう、これはしっかり回避して、よし、あ、ここまたあのお化けがいる。こっち、ムーンウォークすな。音がでかい。静かに、静粛に。これで開通ね。ちょい待ち、これはセーブだな。で、これってこと？焼却炉。これか？焼却炉かな？中に光る何か落ちてる。どうしよう。入る。怖え。しまったら出らんないよ。言わんこっちゃない。で、鍵。これ使ったの配送か。音がでかい。どうする、助けてください、誰か出して、こっから出して、早く。地震が、あ、開いた、普通に開いた。これで終わり。特にコメントもなし。よし、行くぞ。配送行くぞ。こっちの、こっち？これか？こっち？これ絶対の宮司だろ。ゴーンって。絶対頭ゴンゴンしてる。ほら。おまけさん、この鍵拾ってきたよ。今、開けてあげるよ。これ、あの指輪だ。死んだ？成仏的な感じ？これで、こいつもう鍵持ちすぎだろう。どれだよ。どれ？これ？よし。鍵を持ちすぎ。町中の。よし、これで、はい、そんなな。この先で、あの日なくしたものは見つかるのかな？行ってみなきゃ。
よし、で、早速セーブして。またお化けだ。お化けの人たちは何を伝えたいんだろう。知らんがな。これも知らんがな。反欲ね。背後。お前これなんか倒せるとかじゃねえんかい。呼んだだけ。ちょっとこれめっちゃいっぺんですけど、格好的に倒せるとかってあれじゃないの。普通に負けるの。よし。ぐるぐる突破して、スタミナ貯めて、どうして泣いてるの？今の女の人が何か落とした。ねえ、これは破れた手紙。いつもあなたを思っています。早く迎えに来てくださいって書いてある。叶わぬ恋っていう感じかな。割とあるあるね。こいつここにいると有効だ効果。プラス正面。そこいる？いない？よし。はい、ザコー。変な人形あった。これは、お前、置いていくんじゃないよ。そっち、これ、刀くない？そこ？なに？これは、これはマッチ。これどう使う？使うんだったらここか。これで、ピャッ。よし、放火し、あれ、マッチ、マッチは？え？え？ちょっとマッチ。あれ？これ水たくさくね？よし。下か。下だな。あ、なるほどね。人形ね。あれを燃やすのか。はい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 。こう切って、フォーカスぞ。これだな。ここにほら、シュッ。よし。これでこっち。わら人形的なもの？呪いかな。こいつ何？休憩中っぽいけど。
ぞこいつ。相変わらず任せきり。ほんでこっち、ここもこれ広くね、配送こっちだ、こっち、よし。で、マッチマッチマッチ、これね、はい、これ燃やしたいんだけど、燃やしたいのだけど、ただ待ったな、こう行く、こう来てぐるぐるパーティーの途中で待ち、こっち、ここね、もうお前持ってこいよお前マッチをここまで、はい、よし。で再びぐるぐるパーティー、よし、グルパー来てからのここだ、燃やしていく、ほんで次はこっから、うん、多分また多分上かな、それ何、初めて見た、それ何、そっち10円？ここじゃない？こっちじゃない？臭くね？セーブかな？一旦セーブして下だね。多分ここじゃない。下ね。よし。あるとしたらこっちかな？ゲームの勘がそう言っている。ここのほら。こっち？これ、これマッチ違う？違う？溶けたろうそく。これは？これは金アイテムとかじゃないか。少し形が変わった溶きかけのろうそく。溶けて固まった部分がまるで涙のように見える。まだ火をつければ使えそう。つまりこれはめちゃくちゃ重要？火をつければ使える？本当に？火種ね。火種は、こっち？これ、行った？これ行ったっけ？行ったね。こっちじゃー、まずい。スタミナがない。再びセーブかな。よし。さあ、で多分この先に火種か、どうだ、あるんだろう、火種は、火種はね、これ再び手紙、どうして奪うの、彼が私にくれたものなのにって書いてある、これはその指輪かな、火種は火種がないと何もできんぞ。そっちは無理、無理かな。こっち？こう行く？これは、マッチ、マッチじゃない、石ころ？石ころ？下か、そこ行ける？そこ行けなくね？これ、これどうする？積んでない？突破できるとしたらこれ、これの絵とここら辺ってこと、こう、こういける、いけるね、あ、まだなんか引っかかってる、すごい引っかかってる、え、うん、そっちの、そこはいける、ちょっとなんかこれ判定が謎いんだよな、死にそう死にそう死にそう、死んじゃう、死んじゃわない、これ合ってんの？本当に？で、扉があって、開かなくて、そう、弾打つのやめ、波動拳、弾打ちダメ、
配存広いな、本当に広い。この建物何？あ、これいけるんだ。これって火種に使える？という思考はない。という思考はない。ないです。普通に行きます。なぜそれを持ってるの？え？超ギリギリすぎ。これがそのボスね。よし、やろうか。こいつか。危ない。ゆずダッシュ、ゆずダッシュ、左左、はい。で、こっから、こっからどっち、こっからどっち行くの？そっち、上と見せかけて、どうすんだこれ。こっち、よし。で、死んだらめんどくさそうだな。できれば一発で行きたい。できればね。こうかわして、多分こっから来るよ。こっから来ると見せかけてこない。はい。はい。で、こう来て、こうかわして、よし。で、こういけるよ。あ、まだ出る。死んだくない、死んだくない、死んだくない。うおー。頑張れ、ゆず。ゆずダッシュ。危なかった、今の。ほぼ死んでた。あ、死んだ。死んでない。ちょーっと、もう、生殺しやめえよ。あ、そこに、そこにファンやね。ただ、火種がない。これか？これマッチ、これマッチ、これマッチ。よし。え、じゃあ、ろうそく何だったんだよ。あれ使わないの？ちょ、勝手に変な送り方すんな。あ、まあ、まあ、ちょ、危なかった。これで、これ燃やせば、こいつは死ぬ？投擲、よし。投擲。これは白い巻貝。これに耳を当てると波の音が聞こえることを教えてもらった。そうだ、これは昔私が持っていたもの。どうして忘れてしまったんだろう。潮風の音を思い出した。
今の思い出は、お姉さんがいた。お姉さんが苦しんでたらいきなり、もしかして、あれが呪い？私も朝来たら、お姉さんみたいに、早く呪いを解かないと。一体どうすれば？お姉さん、どこに会えるの？どうすれば？一度お家へ帰ろう。はい。で、今回で7分の6個目をクリア。それとの机の上のマリモっぽいやつ。あれって赤色に変異してる？多分前まで赤くなかったと思います。これもそうノリの影響なのか。じゃあそうですね。今回は時間の切りがちょうどいいんで一旦これで終わりにして、で、また次のパートに繋いでいきましょう。よかったらコメント、高評価、チャンネル登録、あとツイッターのフォローをしてくださると嬉しいです。ではね、また次回、夜回り3でお会いいたしましょう。今回はこの辺で。